叙情詩は、詩歌の分類の一種。詩人個人の主観的な感情や思想を表現し、自らの内面的な世界を読者に伝える詩を言う。叙情詩とも言うが、組み出すの意味から、表現するを表すようになった漢字、情を使うのが、本来的である。叙事詩と劇詩と共に、詩の三大区分の一つである。叙情には、直接内面を表現する、もの、風景に寄せて、 内面を表現するもの、事物に託して内心を表現するもの、歴史的事件や人物に寄せて内面を表現するものなど様々な方法がある。西洋の伝統で最も人気のある序上詞の死刑は14行のソネットだが、それ以外の死刑も序上詞に使われるバラードやビラネルなどである。古代のヘブライ語詩はその効果を出すために繰り返し、 党員法、工作配列法を使った。ギリシアやローマの古典史は定められた因律や、ストロペで書かれたが、ピンダロスの昇歌は、リルケのドゥイノの日かといった、現代の指導用に、王院と因律に慣れた耳には、形式がないように聞こえる。場合によっては、形式と主題が結合する。例えば、宮廷風恋愛を歌ったオーバドでは、恋人たちは人夜を明かした後、 大抵は見張り役から夜明けが来たことを告げられ別れを強いられる。助成詞形式が一般的に用いるのがそれぞれのストロッペの終わりか続きにつく一行、ないし数行のリフレインである。リフレインは自然体を通して厳密にかあるいはちょっとした変化をつけられ繰り返される。助成詞のほとんどは 特定の客員に基づいた規則的な因律を使っている。代表的な客員は以下の通りである。中にはリフレインに別の因客を用いることもある。アッティカの赤い式カラトスに描かれたアルカイオスとサッポーミュンヘン古代美術博物館イエンビ2416古代イギリシア人にとって助長詞は細かく専門的な意味を持っていた。因文は ディラの伴奏付きで歌われていた。ジョジョ詩人は、劇器の作家、超短角及び単調角の陰文の作家、エレゲイア詩人、それに、ジョジ詩人らとは厳密に区別されていた。ヘレニズム期アレクサンドリアの研究者たちは、アルカイック期の音楽家イコール詩人のうち、サッポーピンダロス、アナクレオン、アルカイオスらを、批評する価値のある旧歌唱詩人とした。 古代ギリシアで歌われる韻文に特徴的な韻律形式はストロペー、アンティストロペー、エポードスだった。古代ローマの詩人カトゥルスは、札幌や女子詩から個人的なテーマに向かったネオテロイたちの影響を強く受けて女上詩を書いた。ホラティウスもまた有名なローマの女上詩人の一人である。中国では、屈原や創業クラの詩を集めたソジが、 戦国時代の祖地方から起こった新しい死刑と定義される。この新しい死刑、祖地は死教の死の中で使われた古典的な四個都市を捨てて様々な長さの死を取り入れた。それにより多くの音律と表現の自由を与えた。十世紀のペルシア語史が起源のガザルは同じ要因を持つ二行連とリフレインからなる死刑である。聖騎士には全体を通して 単一の因律と単一の応陰で作られた短い、序上詩を含み、中心テーマは恋愛である。ハーフェズ、アミール・ホスロー、アウハディ・マラーギー、ミール・アリー・シール・ナバーイー、ウベイド・ザカニ、カカニ、アン・ワリー、ファリード・ドティ・マッタール、ウマル・ハイ・アーム、ルー・ダ・キーラが、その代表的詩人たちである。中世及び、ルネサンス時代の西洋文学の序上詩は、 曲をつけられるために書かれた詩を単純に意味した。詩の特定の構造、機能、テーマは特に決まりはなかった。この時代の西洋の叙情詩は、宮廷詩人と宮廷風恋愛の先駆者たちによって広く作られ、それ以前の叙情詩は参照されなかった。自作自演の吟遊詩人トルバドゥールたちによって始められ、11世紀に前世を迎え、13世紀にも模倣された。 トルベールたちは、トルバドゥールたちの影響を受けた、ほぼ同時代の詩人イコール作曲家だが、北フランス方言で作品を作った。クレティアンド・トロワが、その代表である。この時代のドイツ語女上詞の支配的形式は、ミンネ・ザングである。恋愛女上詞は、本質的に騎士と、高貴な淑女との間の架空の関係を基礎に置いた。最初は、フランスのトルバドゥール。 トルベールの助上詩の模倣だったが、すぐに、ミンネザングは独特の伝統を確立するに至った。バジャンまたは、キルタンは、ヒンドゥーの短い祈祷の歌である。バジャンはしばしば神への愛を表現するのに、助上的な言い回しを使った。カビール、スールダース、トゥルシーダースらが、その代表者である。この時代のヘブライ語の歌手イコール詩人には、イエフダハレビ、ソロモンイブンガビーロール、 アブラハムイブンエズララがいる。三曲は中国のカネアサに始まり、元、明朝まで続いた詩のジャンルである。ウマチエン、石環境らが雑撃を確立させた作家たちである。この詩は、土地こと用ない詩は、半分土地言葉で書かれていた。イタリアではペトラルカが、ジャコモダ・ランティーニア・ダンテが、神聖で広く用いたものを受け継ぐソネットを発展させた。 1327年、アビニョンの聖クレア教会で、ラウラという女性を見たことが、ペトラルカの中に永遠の愛を起こさせ、ライムスパースでラウラを賛美した。後に、ルネサンスの詩人たちは、366編の詩を収めた、カンツオニエーレと題された詩集のペトラルカのスタイルを真似た。ペトラルカの詩のラウラの写実的な描写は、トルバドゥールや、 宮廷風恋愛の上等ー,ーとは対照的である。イングランドでは、トマス・キャンピオンがリュート歌曲を書き、フィリップ・シドニー、エドマンド・スペンサー、ウィリアム・シェイクスピアは、ソネットの大衆化に寄与した。フランスでは、プレイヤード派が、それまでのフランス語詞の伝統を破る目的で、古代を模倣することによってフランス語の地位を高めようと、試み、フランス語が、 文学表現にとって価値ある言語だと主張した。プレイヤード派が好んで、手本としたものは、ピンダロス、アナクレオン、アルカヨス、ホラティウス、オイディウスなどだった。試作する上で、支配的だった形式は、ペトラルカ風の連作ソネットやホラティウス風、アナクレオン風唱歌だった。このグループに属していたのは、ピエールド、ロンサール、ジョアシャン・デューベレー、ジャン・アントワールド・バイフなどである。 スペインの祈りの詩は、女ジ上ョジョ詩を宗教的目的に適用させた。その代表は、アビラのテレサ、十字架のヨハネ、ソルフアナイネスデラクルス、カルシラソデラ、ベガ、ロペデベガたちである。ジョンダンからアンドリュー・マーベルまでの17世紀の英語詩の中で、女ジ上ョジョ詩は、支配的な詩的表現だった。この時代の詩は短く、物語を語ることは稀で、表現は、熱烈だった。 この時代の著名な詩人には、ベン・ジョンソン、ロバート・ヘリック、ジョージ・ハーバート、アフラ・ベーン、トマス・カルー、ジョン・サックリング、リチャード・ラブレス、ジョン・ミルトン、リチャード・クラショー、ヘンリー・ボーン、マーベルらがいる。この時代のドイツの女女詩人では、マーチン・オペツがいる。18世紀になると、イングランド・フランスで、女情詩は衰退した。イングランドのコーヒーハウス、フランスのサロンといった、 文学談義の場の雰囲気は、女上氏に向いていなかった。例外として、ロバート・バーンズ、ウィリアム・クーパー、トマス・グレー、オリバー・ゴールド・スミスらの女上氏があった。この時代のドイツ語の女上詩人には、ヨハン・ボルフガング・フォン・エーテ、ノバーリス、フリードリヒ・フォンシラー、ヨハン・ファインリッヒ・ホスラがいる。ヨーロッパでは、ジョ氏が十九世紀の主要な詩形として、再浮上し、歌と、 同義語と見られるようになった。ロマン主義女上司は一人称で瞬間の思考や感情を語った。感情は極端だったが個人的なものだった。他のどの詩人よりも多くソネットを書いたウィリアム・ワーズワースとともにイギリスにソネットの伝統的な形式が復活した。この時代の重要なロマン主義女上司人には他にサミュエル・テイラー・コールリッチ、ジョン・キー・ッツ、 ジョージ・ゴードン・バイロンらがいる。19世紀末のビクトリア朝女上師は、ロマン主義女上師より、さらに言語的に、自意識過剰で自己防衛過剰だった。ビクトリア朝女上師人には、アルフレッド・テニスン、クリスティーナ・ロゼッティなどがいる。1830年から1890年の間、女上師は、ドイツの一般読者に人気があり、多くのアンソロジーが出版された。 ルパーチ・ジェルジによると、ヨーゼフ・フォン・アイ・ヒエンドルフの因文は、ゲーテや、ヨハン・ゴット・フリート・ヘルダーに始まり、アヒム・フォン・アルニムや、クレメンス・ブ・レンターノの民謡集、少年の魔法の角ノブエが弾みをつけた、ドイツ民謡の伝統のロマン主義的復活を、霊賞するものだという。フランスでも、ジョジョー氏は復活し、この時代のフランス語詞の主要なモードとなった。バルター・ベンヤミンにとって、 シャルル・ボードレールはヨーロッパで最後のマススケールで成功した女女詩人だった。18世紀と19世紀初期はアレクサンドル・プーシキンに霊称されるロシアの女女詩大統の時代だった。スウェーデンのホスフォリストたちはロマン主義の影響を受け、その指導者的詩人ペール、ダニエル・アマデウス・アッテルブムは多くの女女詩を書いた。この時代のイタリアの詩人には、 1ルーゴ・ホスコロ、ジャコモ・レオパルディ、ジョバンニ・パスコリ、ガブリエーレ・ダンヌンツヨがいた。スペインの女情詩人には、グスタボ・アドルフォ・ベッケル、ロザリア・デ・カストロ、ホセ・デ・エスプロンセダラがいた。20世紀初頭、一般に作者の感情を表現した応援された女情詩がアメリカ合衆国、ヨーロッパ、イギリス帝国で支配的な死刑だった。イギリスでは、 アルフレッド・エドワード・ハウスマン、ウォルター・デラ、メア、エドマンド・ブランデンといった、ジョージ王朝時代の詩人たちが、助上詩形式を用いた。ウィリアム・バトラー・イエーツは、ベンガル語詩人のラビンド・ラナート・タゴールの助上詩を、賞賛し、1912年に会談した時は、トルバドゥールと比較した。近代の助上詩の妥当性と容認可能性は、モダニズム、増大する人間経験の機械化、 戦争の厳しい現実などによって意義を唱えられた。第二次世界大戦後、助成師形式は新批評によって再評価され、二十世紀後期には再び主流の死刑となった。モダニズム助成師の優位に意義を唱えたのは、エズラ・パウンド、T.S. エディオット、H.D., ウィリアム・カーロス・ウィリアムズらアメリカ合衆国の実験的なモダニストたちだった。彼、彼女らは、 複雑な思考よりむしろ心よく聞こえる言葉に頼りすぎだと感じ、19世紀の英語詩の序成詩形式を拒絶した。しかし、ウォレス・スティーブンスやハート・クレインはモダニストでありながら、ポストノールロマン主義的序成詩の伝統の中で試作した。20世紀初期の序成詩の用語者たちは、序成詩を人間活動の機械化、標準化、商品化に対する戦いの味方として、 女上詩を見ていた。ギオーム・アポリネールの死は、機械化は、女上詩のレパートリーになりうるという宣言的な、見解を表した。第一次世界大戦女上詩の伝統的なテーマと、戦争の恐怖の間の緊張が、ウィリフレット・オーエン、ジーク・フリード・サスーン、アイバーガーニーの戦争史の中で描かれた。オーウェンの詩、ストレンジ・ミーティングでは、死んだ、女上詩人、できるなら、死んだ、 女上史そのものとの会話の夢と描写された。アイルランドの詩人ウィリアム・バトラー・イエッツの1917年までの作品は、主に劇的かつ女性的な恋愛詩だったが、第一次世界大戦以降は、アイルランド独立、ナショナリズム、内戦の政治的テーマに踏み行った。新批評1950年代、アメリカの新批評は、女上史に再び目を向け、応援、引立、 スタンザを慣習的に用い、女上詩伝統の中で控えめにパーソナルなしを支持した。新批評の精神と密接に関連した女上詩人たちの中には、ロバート・フロストやロバート・ローエルらがいる。1950年代の、例えば、アレン・ギンズバーグのホエルのような、長大な個人的女子詩は、新批評のよく練られた短い女上子への反発であった。 告白姿勢的関係、セックス、家庭生活を扱った女上詩が20世紀後半のアメリカの詩の新しいメインストリームとなった。それらは1950年代、1960年代のシルビアプラスやアンセクストンらの告白子の影響を受けたものである。その他の著名な20世紀女上詩人、ありがとうございます。